メディアを再生するサムシングフォーナッシングセルフオペレーティングナプキンルーブ・ゴールドバーグマシンとはアメリカ合衆国の漫画家ルーブ・ゴールドバーグが発案した普通にすれば簡単にできることをあえて手の込んだからくりを多数用いそれらが次々トレーンさせていくことで実行する機械装置のこと20世紀の機械文明つまりひたすら機械化に熱中しその道を突き進む世界 その複雑さ、面倒臭さ,さ、さ無駄、バカバカしさに着目し、それを揶揄したり、風刺する目的で、ルーブ・ゴールドバーグが発案した。日本では、テレビ番組のピタゴラスイッチで広く認知されたため、番組内の名称である、ピタゴラ装置が、ルーブ・ゴールドバーグマシンの一般的な名称として、使われることがある。トイ状の棒の上に玉を転がしたり、ドミノを倒したり、 台の上に何かを置いたりするなどの簡単な作業を行うことで仕掛けが作動し、それによって次の仕掛けが作動していく。このようにしていくつもの仕掛けを連鎖的に作動させ、最終的に何らかの作業を実行する。1987年にはアメリカ合衆国でコンテストが開始された。このコンテストは一つの工程をどれだけのステップを踏んで行うかで、 判定される。日本の多摩大学など世界各国で同様のコンテストは多く開催されている。機械文明への親友というルーブ・ゴールドバーグが意図した目的でこの装置を登場させた作品としてはチャップリンの1936年の映画モダンタイムスが特に有名である。それ以降も様々な作品に登場している。NHK 教育テレビのピタゴラスイッチでは これの小型版とも言えるピタゴラ装置が毎回登場する。今日の日本では逆にルーブ・ゴールドバーグマシンが巨大ピタゴラ装置と呼ばれるなど代名詞的存在となっている。バラエティ番組では8時だよ。全員集合のコントや爆笑問題の爆点の朝の支度をすべて自動でや目覚ましテレビの目覚まし員でも同様のマシーンを登場させた。 TV チャンピオンでは、コロコロからくり装置を選手権として大掛かりな装置作りを競った。これらは、機械文明へのやゆというより、見た目の派手さや、巧妙さ、面白さを重視したエンターテインメントとしての側面が強調されている。ありがとうございます。